はい、お疲れ様です。マピーです。3月1日ということでシーズンマッチやっていきます。ポイントリセットされて670ポイントダイヤモンド B からのスタートということでね、また頑張っていこうかなと思うんですけど、モーセのねこのリーダー使用率トップ5、神タンが 15.5% です。というのも無補正で神タンがここまで上がってくるっていうのはね、ここ最近だとあまりなかったんですけど、急にね 15.5% 叩き出してると。それなんでかっていうとね、新長駒の影響あると思いますね。新長駒の白拓、あいつがめちゃくちゃ強くて神殴りね一気に強くなったなって思うんですけど、今回使っていくのは10日の方なんですね。あの神タンは神タンでもギルガメッシュでやっていこうかなと思います。というのも超ゴマパレード引いた時10日の姿で出てきたんで、まずは10日からね動画にしていきます。でこの白拓なんですけど、もうねステータス全部プラス振りました。もうどうせこいつは進化で使うんでね。ってことでスキルもコモも雷撃でね、こっちはこっちで強いんですよ。あのガブとかギルガメッシュでね使っていけるような、両面雷撃ということでね、神ささやき系のね上昇幅は持ってるんですけど、神駒4枚以上の時に発動できて、自分の神駒1枚につき500の雷撃ダメージ最大4500、でコンボスキルが4800ですね。あの上昇幅が500っていうのが、まあ、ちょっと傷なところはあるんですけど、あの雷撃で火力出せるっていうのは強いと思いますね。で今回ねこのココと荷積みすることによって、雷撃中心で火力を出していき、なんなら氷結までね備えてるということなんで、雷と氷のこの なんだコンビネーションで頑張っていこうかなと思ってるんですけど、ただギルガメッシュが今勝てるかって言われるとやってみないとわからない。まあ実際ね、ここじゃないといけないみたいなこともないと思うんですよね。全然プッシュ系でも軽く出せるんで。ただ一個不安なところがあるとすれば、今回 S 枠が全部神駒4枚以上とかそういう条件が必要とするわけですよ。なんでギルガメッシュ出した後にちゃんとその神駒4枚以上になるまでにスキルを発動できる駒が手駒に安定してきてくれないとということでね、ほら早速これ分かります。あの今不義務に来てくれたからいいけど、これね S めっちゃ引いてて引き強に見えますけど、ちょっと事故なんでね、これ大丈夫ですかってなるんですけど、まあでも言うて相手リアンツイルなんで大丈夫ですね。まあロックとかで濁されることは一旦ないであろう。1-6200強いね。しかしうん、でこれもまあ一旦麦で削るか。よいしょ、ハローワールド、ハロー。風車打って、風車打ってもよかったね今。まあいっか。そうこれイリアエリカだったからさ、 F4 の駒があれだったらイリアエリカでつけることができたんですが、はい、罠駒貼られましたと。でこれ神駒4枚あるな。一応ここここ5枚ないと使えなかった。どうしよっかな。シールドで貼るか B3 で削るか。削りたいな個人的には。ちょ一回削りますわ。よいしょ、マイティですね。まあまあ OKOKOK よし。でこっから展開したいね。この後の手駒の回り方によっては早めにザフかないと。おっと、ザフく前にザウク前にペトラ貼られてしまうが、これまずい。だがこれココ出せるな。神駒5枚やる。ココ出すか、ココ出すんか。一応ロックからバイス出せる状況しとく。でもココな、どうしよっかな。まあ、でもココ出していっか。結構削られてるしな。相手に S 出されてるし、いや出そう。ココいきます。ソーリー。はい、雷撃でね2ターン2400はさすがにココクソ強です。ただ自分はねロイヤルバトルでここ進化の方で使ってるから、毎回これ10日にさせないといけないっていう、まあ大変なとこもあるんですけど。いてー、これザフってる暇ねえかもな。ウンディーネ引いてく。 B4 で動線組まれるんか今。白拓出す盤面じゃなさそうに見えるな。 A2 ザフキとかもありかもだけど、そんな時間が果たしてあるのか。 A2 ザフキ打つ時間あるかな。いや、ある。ザフきますわ、ここ。大丈夫。これね、白拓あるんで、ちょっと白拓で、これ B4 来たら D5 来たらダボコンになってって感じでいけるんで、ザフって、ワンチャン2手耐えたい。左下 X も D5 打って、取られたら、ここの子も発動できるんで。火力足りるかっていう心配は1点あるんですけど、A2 から打ってもね、その A2、バイセから打っても多分火力の指数が変わらんと思う。ああ、でもそのポイズンヒールやだな。はい。いやー、これ D5 で1、2、3、4、5、6、7、8、8枚か。いやー、
これこうか。しゃあない。これ D5 っても多分 D6 当てられて次飛ばせない気がする。ヒール入れられて。だったら一応2400出せるんでこいつが。でここは耐えれるはず。さすがに特殊シールド貼れてるからね。でイグナーズも耐えれるやん。多分大丈夫、多分大丈夫。次の引き次第だけど。一応これでもウンディもある。あーオッケーオッケーオッケー。まだ貼れる。まだマイティ見えてんだよな。はい、ルサルがこれまだ飛ばせなそうだな俺。うん、これでウンディ貼ってもう一発耐えたい。発動しな、うわーするんか。まずい、これイグナーズ圏内入ったかも。うわーマジか。カット込み2枚返しか。いやーギリ入ってそうかな。チャージ溜まっているかどうかだな。まあ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 、一応これウンディで頑張りますわ。でもここ耐えればいけそう。ロック、ルサールか。ちょっと待ってよ、ザフキのコンボもあるな。ザフっていけるか。お、1200の特殊ダメージ。お前優秀か。ほんじゃザフックか。はい、ザフック。よーし、危ねえ危ねえ。ここに助けられたね。で今の盤面だとプッシュ系の方が強かった可能性はあるな、火力のその出方的にね。まあ、つってもナイスナイス、役に立ってくれました。はい、そう、500上昇と600上昇って結構違うんでね。でしかもプッシュ系5000とか出せるから、あいつも相手でもめっちゃ強いんですよ。要は特殊ダメージか雷撃ダメージかの違い。あ、まあ、あと一応ココの方が HP が200高いとかあるんですけど、どうかな。みんなはどっち派？みんなどっち派です？はい、うーん、来ました。どうもそっくりさん。ヒュプか。オッケー、レサール買うのいいね。とりあえずガメろう。ガメオベラ。そういえば最近さ、成り打ちあるじゃないですか。でその成り打ちを開発したね、ナリっていうプレイヤーの話を 何回か俺今までしてきたと思うんですけど、久々にそいつがあの配信してたんで、ミラティブで見に行ったんよ。でロイヤルバトルやっててさ、まあ、相変わらず面白いこと言ってたっていう話したくて。サリーグわかる？みんなサリーグ、あのサリーグに対して、あの相手がサリーグ引いてきた瞬間さ、あのあこれ交流戦始まったって言ってて、え交流戦って何ってなるやん。何交流戦ってなるやん。であのサリーグって名前だから、セパ交流戦のこと言ってたんだよな。っていう話、ちょっと笑っちまった。しょうもないかもだけど、こういうのすぐあいつ思いついてなんか喋るからおもろすぎる。成り打ちとかもなんか、そのこれが成り打ちですって言って、そのナリっていうプレイヤー自身が言って定着したってよりは、あいつがなんか適当にその成り打ちっていうのをやった結果、なんかプレイヤー間でその呼び方が定着したというか、そういう過去があるんですけど、なんか面白いんだよな。 YouTube やってくんねえかな、ナリを。おもろすぎる。あのアルファベットでナリシャープなんたらかんたらってなんか調べたら出てくると思うんですよ。いやーその通りバカ強えわ。うーん、やだな。でしかもそれコンボ毒ちょっとやりすぎじゃないっすか。まあでもこれ許容しないといけないね。しゃあない。ちょこのデッキでそいつ取りに行って勝てるイメージはマジでない。要はだってこれ今あれでしょ、スキルでそいつは1600ダメージこっちに与えつつ、コンボ2000毒出しながらもうちょっとか仕事するみたいなもんでしょ。今俺1600出されたんだけど、いてーマジで強い。トウヤちょっとヒップ、俺前も言ってたけど神デッキにトウヤが使えるっていうのはね、俺なんかの間違いだと思ってる。これなんかの間違いだと思うわ。どうしよう、まあ、ウンディ貼るか。果たしてこんな暇はあるのか。つってもダメージもらいすぎるし、多分ウンディーで使うタイミングもね、この後あんまないんですよね。多分。その他の駒出した場合ね。いやーでも、うーわ、フェイルノートあった。えぐい。まずいな、これ勝てる気せんぞ。夏ブラの召喚考えると、あ、ハクタク。これもうハクタク行かなきゃ無理か。かファナリア、ファナリアかハクタクだな。 B4 打ってあのゾロバの召喚減らしつつ、ただヒールえぐいな、左下 X ヒールえぐいな。いやこれこっち行って B6 ハクタクとか無理かな。
いやーどうかなこれ。つっても俺の S 枠がハクタクとフリジアとあいつなんすよ。あいつ、ココなんすよ。ココ引いた場合 B6 OK ドリームね。でココ B6 打てた場合、一応神ゴマ5枚残るか。いやここ欲しいな。ここ欲しい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 。ほい。ダメでした。ねえ、どうしよう。2手耐えれなそうじゃねえ。俺無理だと思うんだけど。ただ2手飛ばせるかって言われると、それもそれできつい気がするな。うわぁ、むずここ。いや、でも一応削るか。ただこれね、神駒取られるんで結局火力落ちるんだよな。8865。でも一応ルサールが効いててさ、ワンチャン飛ばせねえかな。 D2 とか打ったらダブコンになるし、 E3 の場合4枚返しになって召喚もできるから、ワンチャンこれ無理かな。神駒結構消されるけどさ、いや F1 がきついな。 F1 が一番きついな。 F1 来ないでほしい。ザフちょっと待って、一応手駒に一応雷撃マンがいる。雷撃マン、スーパー雷撃マンいるよ。スーパー雷撃マンいるけど、いや待て、ただ2000とお前のコンボが500上昇、1234567で、二体召喚の8944500654500604枚返し7200の9000の、うわちょっと足んねえか。いやでもいや打つわ、ちょっと足んねえな多分。これ多分ちょっと足んないと思う。さあこれカット入るやん。300ぐらい足りん、あ500足りないよね。惜しい。これあれか、ココだったら飛んでたな多分ギリギリ。あいつ雷撃2400でしょ、で400プラスの物理込みでギリワンチャンあったな。いや惜しい。ちょ待って、なんか上いっちゃった。いや惜しかったな。でも今のはココの強いとかだった。ココじゃねえってなるけど、ハクタクの強いとかだったね。今のはハクタク強かった。特殊シールが貼られてる状況だったんで、雷撃で火力出すっていうのは非常に強かった。いやけど、あと一歩足んなかったな。まあ、今のでワンチャンあるとしたら、ココ引いて飛ばすか、フリジアで、座吹き取って、あれです、座吹き取るかなんか適当なことして、相手の動線潰すかですね。それしかなかったな。で、手駒はそうだよな、アタッカーしかいなかったし。どの道無理だな多分。はい、さてアレスか。アレスこそここじゃない、もうなんか名前間違えない、もうキムタクの出番です。これな、 X 行きたい感もあるけどな、まあ、一応とりあえずギルガメ出すやん。でシールさ行く。いやでも召喚弱いか、どうだろう。ちょ相手のショーで見よう。はい、これね、いやナリメイティスもありだな、ありだな。ナリメイティス行ってるさ打つか。これ最初にね、物徳返しの罠ね張ってくる可能性低いんですよアレスって。ほらね、でさ、ここでもう特殊ダメージ出すといて、まあ、これが例えばマイティとかだったらそれはそれで痛いけど許容です、正直。はい、うわい、巣罠引いてる。まあ、でもこれについてはもうなんかどうしようもないです、引かれたらしゃあない。問題は相手がココ持ってるかどうかですね。相手がココ採用してる場合、こっちのココでぶち抜きたいけど、うん、エンマでした。エンマつらいな。成り打ちした場合さ、エンマバカきついんですよ俺。しかもギルガメなんで、こっちエンマのコンボもめっちゃ強いっていう。いやこれあれだな、イーリアンドエリーが引いたら E3 とか打つのありか。つらい。もう一応ラサス切りますわ。ラサって、はい、ペレツか。オッケー。多分 S 穴2枚目ないんかな。あったらもう普通に FH とか H カードとか打って適当にできるよな相手。意識神駒入ってるってことはベランジェールか。これもうキムタク行きますわ。これキムタク行くっす、さすがに。どう軽く何枚やるんだ。4500、いいね。オッケー。いやここで最大倍率出せるのはいいね。500上昇微妙とは言ったけど、ラヌーガか。まあでも一応これペレツ取れて痛いな。
来劇中心に削れはするが、まあ、実際今一番軽く出るの誰だ。そうなんだよ、フギムニが一番軽く出るんだよな実際。麦をここで出すか、出すでしょう。今火力チャンスで F3 アレスきついな。メティルでやり過ごしたとしても、まあでも言うてあれか、リペア対象1枚しかないからある程度は OK。 いい火力、リペア対象1枚だったらまだなんとかなるか。で OK、 言うて700吸収でしょ強要で。あ、これ E1 きついな。この後ちょっと考えますわ。これこの後 E1 バカきついな、 D6 打った場合。うわどうしよう。でも火力出せる盤面なんだよな。いやいや、3枚打とう。3枚打ってで次 E1 来たらもう F5 割ってますか。うん、削り切りたい。リペアさせたらダメだなこれ。 E1 打ってさ、俺 F1 打ったら D1 入られるから。おっと、あーまだリペアし、なるほど、デガで削ってきたけど。はい、ここ、いやこれここ、ここじゃない、ここここじゃね。ちょっと待って、左下 X 打つかどうかが悩む。これここここなんですけど、いやでもこれ実際リペアされても問題ねえな。これここ打つさ、普通に取りますわ。うん、問題ないな。3500回されただけだから、しかもそいつコンボ1500でしょ、受かる、大丈夫です。オッケー。リリーシャ警戒したいな。ここバチバチ火力出したい。バチバチに火力出したい。待てよ。1200。メティルとかにしとくか。うん。雷撃で K0。リリーシャ。でもこれ上からしばけそう。うちの火力をなめるでなーい。よーし。ナイス、ここ。怖えー。別のココを今ちょっと警戒してたんですけどね犬ココが怖かったんですけど、なんとかなりました。オッケーオッケーオッケー。でも今のはハクタク強かったな、ちゃんと仕事したわ。しかもコンボ雷撃だから相手の罠に引っかかりにくかったところもありって感じでね。あれが例えばプッシュ系だったら E3 打ったタイミングでなんか特殊罠とかで濁されるとちょっと怖かったんですけど、コンボ雷撃なんでね、いいね、よきよき、素晴らしかったです。いらっしゃいませ。どうひろし、よろしくお願いします。うん、フリジア引いた。これフリジアさせたいな。でルサールカもある、いいぞ。でイーリア・エリカもこれで出番ありそうだな、シールドの方で。どうだ、おお、イオフィールプラスマックスマン、これガチです。イオイプラマはガチ。いや、アタックプラスマだったんですよ、今のね。イオイプラママ。ガチです、これ。ガチの人。よし、ただこっち。アルカプラスマンマ。これもガチですね。まあ、俺はあのベルグレーで持ってるから、プラスマックス個体使う場合はベルグレーでにしてるんですが、ただアルカードにプラスマックスということは、あれです。ベルグレードをお持ちでない、または昔からアルカードを使ってて、その点でもう昔から HP をマックス振ってたかですね。で、これでヒップ来るよね。よし。で、これ引き見てからだな。いらっしゃい。おー、ザフル。ザフル、ザフか。いや、まあ一回これちょっと、雷撃で削ってからで、ザフ後出ししたいんですよね。ザフ後出しでいきたい、まあ、フリジアもあるからこれ X に対して B4 なんか適当に打って A3 打ってきたらザフかフリジアで黙らせよう。ただそれが強い。うん、でここザフだと思うな。これザフだと思うんだけど、ここザフ B4 いっていいですか。あーでもこれ C5 だるいんか、角ザフか、角ザフだな。うん、角ザフです。これ C5 打たれると召喚きついっすね。やめとこう、こっちにしよう。角ザフ打って相手の特殊カットした後にフリージアでカチンコチンにして、で後半雷撃ラッシュ。うーわ、これフリージア出番か。
つっても頼むぞ、フェイルノート黙らせてくれよ。これフリジア出番ですね。出番だ。ちょっと頼む、フェイルノート黙らせてくれ。ちょっとこいつはちょっと おいベジータ、こいつをなんとかしてくれよ。頼む、なんとかしろよ。なんでだよ。あれ、ちょっとザフ聞いてるからフェイルノートコンボのご利用しはなさなるんかい。いや、でも一応もう一発シールド貼れるけど、いや、言うてきつー、きつー。これどうしよう、ちょっと考えるすわ。取る、 B6 行くか F4 当てるかだと思うんだよね。F4 当てて F6 打てたとしても微妙な感じもするしな。わー、これ難しい。いや、でも取るわ、取りますわ。F4 当てようと思ったけど、多分それは時間がかかりすぎるね、火力出すのに。多分ね。一応今氷結してて、これでもっぱつシールド貼れたんで、もう一回フィールのとこも使ってくることはないと見て、で一応相手ボルトヒールが C5 とか C2 だから、フリジアコンボは残るんだよね。いや、つっても合わなか。いやー、フリジアコンボ打ちづれ。ちょ、これ考えますわ、見てから。はい、ハクタク、待てよ、考えろ。あの罠、うーん、これ D2 ハクタクか。 D2 ハクタクってフェイルノートコンボ受けないと無理だね、多分しかない気がするんだけど、うん、 D2 ハクタクだと思うな、これノートコンボ受けよう、頑張って。で、発動しない、よし。いや、いいよ、これハクタク超強い。ただヒュプ復活か。で、フェイルノートコンボもある。で、次、そうだね、フリジアコンボで特殊絡めて飛ばしたいな。あと相手の防御札があるとなるんです。あるんです。くー、ここで防御あるんか。ちょっと待って、考えましょう。これ飛ばせねえよな、絶対な。今 F4 シールドで当てて一発耐えるしかねえか。で、これで、これちょ削って、来撃ちょい削りから次 B4 で頑張って飛ばすしかねえ。え、今飛んでなかったよね、多分ファナリア。さすがにザフキ強すぎるんだよな。やめろ。あー、次飛ばせないとやべえな。6100か、ここ欲しい。いや、トゥールラのヒールはさすがに無理。トゥールラヒールあんの、いや、これ耐えれるの素晴らしすぎるけど、トゥールラあるんか。いや、無理か、無理だ。なんならこれ1000回復されてなくてもきつかった感あるな。一応軽く出してみるか。はい、うひょー、あー、たまんねー。1000回復抜きにしてもちょっと飛んでなさそうな感じしたな。うわー、マジかー、ザフ強えー。いやー、でも強いな。あのフェイルノートの後に特殊メタが2枚手駒にあったってことか、罠駒とザフキエルで。あれは強い。それか、まあ、ちょっとあれだな、ハクタク打つ場所もうちょい考えればよかったかな。もうちょい考えて打つべきだったか。いや、でもあの罠を発動させた時点でちょっとフェイルノートコンボ受かる気がしなかったんだよな。難しいですね、難しいですね。はい、行こう。これイーリア、エーリカ出ば、おーっと、まずい。まずい、まずい、やばい。このデッキの弱点きました。神駒4枚マンが手駒に3枚、怖すぎる。これファナリアとか引いたら詰む、こことか。いや、だからね、だからそうなんだよな。フリジアのとこをヴィーナスとかに変えるのは全然ありなんですけど、ただ俺ギルガメッシュって言ったらちょっとフリジア使いたくてさ、ちょっと頼む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 、やめろ。来てしまった。いや、やっちゃった。いや、いや、分かってた、正直、正直分かってた、こういうことになるのは。いや、でもここで発動する子は来てくれ。いや、これでもメイティスとかでも無理だな。あの、頼む。あ、いや、危ねえ、ギリいける。で、ちょっとよ、どうしよう。これは、もう当てるわ。当てて、強引に職増やして、強引に行こう。でも、
あ、でもね、プラス5で言いましょう。こういう時はあの手駒が強いんで今。で、ここまだ発動しない。で、フリジアは発動できるが、次出しても弱いな。うん、じゃあもう強引に行こう、強引に行こう。で、できればルサルカ。欲張るならルサルカが欲しい。欲張っていきたいな。あ、メイティス。危ねえ、これ、メイティス。タイミング逆だったら完全に私終わってました。これ今の、あれだな、逆だったら終わってたな。F5に当てた駒。危な、あれ、ベスタとメイティス逆だったら、メイティスこれ、神駒3枚だったんですけど、さっき2枚だったから。終わってた。危ない、危ない。で、これ、X に対してフリジアをして。オッケー、これに対してフリジアで相手カチンコチンにして、でここからハクタクですね。カチーン、ほらこれいけ、よし、ありのままでいいんだよ、レディーゴー。おー、なるほど、これちょっと待てよ、ちょっと考えさせてください。 D1 ここ打つ場合ってさ、あ、じゃない、ここ打つ場合ってさ、3枚打たれたら神駒4枚しか残らないだよね。にゃー、むずい。 E3 か。いや、といってもそれちょっと怖いな。氷結してるとはいえ、そのそいつら目覚めたら地獄だもんね。いや、でもこの後、いや、とりあえずここ打つか。もうこれ取るわ、取る、大丈夫。相手 S 結構切る、1枚切ってて広い木も切れてるでしょ。で A3 来る場合 B1 打てるから、一旦こうしよう。大丈夫。一旦こう。OK。で、これで B1 ハクタクだな。右上 X が空いてしまうが、いやー、怖え、でも。待てよ。仮にザフっても次飛ばせない気もするんだよな。これ仮にザフって次飛ばせると思う。これお前のコンボ強いな。2000出せるのか。でも広域切れてんか。え、ザフって次飛ばせるイメージないな。いや、もう行くわ、ハクタク。ちょっと俺次飛ばせるイメージがマジでない。ザフった場合。はい。うん。多分無理だと思う。ザフの場合は。ちょ、右上 X 頑張って耐えるしかないな。頑張れ。アラジンは知らん。でも悩んでるな。来たか？これ来たじゃない？来た！待てよ、2000でしょ。カット込みの3000だと、な、25% カットでしょ？3100の 25% だから、だいたい750引いて、こっちのが出るね。これ2000だもんね。こっちのが出るな、ギリギリ。行こう。行けー。よいしょ、カットで2300でしょ。で、ライキ、おーし、勇気、これが勇気です。ザフだったら俺多分無理です、今の。ザフ張っても勝てません、今の。これが勇気のハクタク。よし結構活躍してんな、こう見ると。ナイスな活躍だぞ。ナイスな活躍だ。行くぜ。いや、いいね。あの、ポイントあんま漏れてないけど楽しいな。おーし、思いのほかやってくれるやん。ほんじゃ行こう。お、好きな属性、神。来るか、神ターン。神殴り。まだ今んとこ見てないからな、神殴り。来るか、そろそろ。ちょ、俺ずっとファーストのままなんだよな。ファーストかっこいいね。おっと、マナグリできたか。まあいいでしょ。神殴り、マナグリって言葉あるけど、竜殴りっていう言葉あんまなくない。今気づいたけど。竜殴りって、まだ竜がもう殴りのイメージしかないからかな、そもそも。まあ、神殴りですら神探偵言われてるからな。正月ランリーだとか、そのあのデッキですらさ。どうなんかね。カモン。で、この対面ね、多分ザフあんまよ強くないんですよね。これどうしよっかな。でも C 打ち多分きついな。相手バフだもんな。なりばいせいくか。なりばいせか風ばいせ。なりばいせいきます。大丈夫。このデッキ結構火力高いし、発動しないと。正月ポリプスとかかな。で、そうなんですよ、神殴り、魔殴りって言葉あるけど、竜殴りっていう言葉はない。それはなぜなんでしょうね。なんでやろうな。はい、あのフランスパン、ドイツパンがあるけど、
日本のパン、ジャパンがないみたいな感じですね。これさ、ルサールか B6 打てるけど、この後の展開、これどうなんだろう。 B3 の方がいいとかない？いや、X ね、いっか。召喚、あ、でも召喚。いや、X 行ってみるか。はい。てか、普通に、なんか英語間だけでさ、3000だの2000だの出せるの素晴らしいね。雑にいい仕事できてるぜ。あー、でもこれ E3、まあでも相手一応コンボないから、その後適当に、おっと、捕食できたか。これ C1 ルサールカで設置して、まあ、ちょっとポリ発動するかもしらんけど、まあいいでしょ。神駒2枚増やすぞ。はい、ポリュじゃない、踏みの可能性も出てきたな。ポリュじゃない。でもメーティスが、メーティスじゃない、バイゼが通ってるからリリティエでもない。これ C6 ハクタクいっていいっすか。え、ちなみにこれコーマルだったら俺スマホぶん投げていい。これコーマルだったらガチでスマホぶん投げるよ。いきますね。あ、あぶねー、投げかけたー。コーマルじゃなかったー。よかった、これプシュ系だったら大ダメージでした。あぶねー、スマホぶん投げそうになったわ今。あぶねー、あぶねー、投げなくて済んだぜ。優しくしようぜ自分のスマホにな。オッケー、このロック美味しいな。メティル出てくる。で今、うん、オッケー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 。罠、いや罠とか別に怖くないのか、雷撃だから基本的に。ラブミーで行こう、ラムイ。はい。でも次ハクタクつなぐか。カナリア、アンチヒール、アンチヒールな。何、マナグリからアンチヒール。あ、行こう行こう、ここ行こう、ここここ行こう。カナリアで飛んでたってことある、もしかして。うわ、ファナリアで飛んでた。飛ぶ、飛ばすっていう発想全くなかった。まあこれ次で勝ちだな。アエーシェ巻きても耐えれるぞ。はえ。あ、危ねえ、ちょっと待って、本当に見えてなかった。あ、危ねえ、本当に見えてなかった。それ5枚が、あ、危ねえ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 、本当に見えてなかった。危ねえ、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 全然見えてなかったわ。いや、危ねえ、今鳥肌立ったわ。全く見えてなかった。すいません。よかった、相手マスティマで。マジで見えてなかった、この5枚返し。危な。待って、通信長くない？大丈夫？危ねえ。怖え。リラクゼーションタイム入ってた。びっくりした。びっくりした。びっくりした、今の。アイシェとかあったら死んでたで。危ない、今の、怖え、恐怖映像。いやでもあれだな、 なんだっけ、ハクタクめっちゃ活躍したな、ね、今、まあ、コーマルじゃなくてよった。フルファーだったけど、あれプッシュ系だったらめっちゃダメージ食らってたから。危ない、てか A4 ファナリアであれ飛んでたね。普通に、普通にめっちゃリラックスしながら打ってたわ。これ、いや、マジ油断大敵だな。はい、油断大敵、うどん大焼き、よろしくお願いします。油断大敵です、マジで危ない。気をつけましょう。おお、オーラ引いてんのか、まずいな。ガメルか。いやー、これあれだな、あのハクタクに、敵の神殴りハクタクに対してザフかメティスじゃん、あの、なんだっけ、メティルが仕事してくれたらいいんだけど、そこの守護者怖すぎる。はい、フリジア、フリジア、いや、良きだな、フリジア素晴らしいよ。せっ、てかこの武器も強ない、さっきからずっと思ってたけど、こいつ強ない、スキル雷撃2000は強ない、え、コンボ2000今やるでしょ、強ない。ああ、いや、強いよ、そのフェイロの2。シールド貼ってる暇あるんか、これシールド貼ってる暇あるんか。ただね、X 行きたいんですよね、正直言うと。
じゃあまあ貼ってみるか。まあ、どうせバリア貼られてるからね。こっちがなんかこのバイセとか出したとてなんだよな。まあ、このダメージは食らっちゃうけど、どうせバリア貼られてるならこっちもこうやってみよう。はい、で一応フリジア使えますが、まだ使いたくないな。ザフキー、これバイセンきてえな。バイセンいきますか。で敵がミューズとかで動線組んできたらフリジアの出番だな。全然ありえるな、ミューズで動線組むの。こっち物なん特殊雷撃シールドだから、それ返しつつみたいな、ありそう。アラジンでかくないか、これは。でかいんじゃないか。待て待て待て、考えろ考えろ。ルサールかシーチでちまちま削ろう。まだザフキ打つには早いだろう。手駒事故ってるしないで、多分。こっちも火力欲しいんでね。で、これで D5 来る？D5 来たとして、麦。これ多分あのエンデが引いてるってことだよな。要は、この麦も取りてえな、コンボ2倍通るけど。ここザフ打つか。火力出してもね、プティでバフ乗っかった状態でエンデガが使えるようになってしまう。だったら敵のバフ取りつつじわっといこう。まだこれでエンデガ発動しねえだろう。よしよしよし。でしかもザフだから最近入りのハクタグもダメージカットできる。で左下 X に対して E3 フリジ打って相手の動線をかわしつつ OK、 このダメージ一回これするやん。でここのこれ大事だな。ここクソ大事。ウンディ引いた。待てよ、ここでフリジアウト。 A4 フリジ打った場合 A3 打たれて次 D に打てるんか。 E3 フリジの方がいいかな、さすがに。召喚入れるなら A4 だけど、いやどっちがいいんだろう。いや A4 にしよう。なんかこれ E3 だとね、あれだな、フィールドとコンボ強くなりそうな気がする、敵の。で相手は絶対このアラジンを取りたいはずなんですよね。で次ワンチャン B6 でもゴリ押すか。まだ氷結決まるやん。こっから2手飛ばしの形、相手フィールノート切ったしな。でここザフキ貼られてるし2手飛ばせないと思う。ああうん、無理だと思う、2手飛ばすの相手デガ。あ待って、ただ4枚打つデガのライフはつながるな。7414、うわー待って、際どくなってきた。いやでもこれ角打って動線組でいいな。ちょっと待てよ、さすがに2枚耐えれるか。ファナリアでいいよね、一番火力出せるよなお前が。よしよし、え2枚耐えてくんないと困るよこれ、さすがに。7414、耐えれるか、耐えれるな、耐えれる耐えれる。待って、神振り知らない。神フェリ強すぎないか、神フェリ強い。いやでもウンディから切っても多分飛ばせないよね今の。うわ神フェリ強い。マジか。しかも今のでよく飛ぶと思ったな、早計算。負けました、神フェリ強い。いや多分ハクタクとかあの辺は耐えれたんだよな、やっぱ神フェリの強さだよな今のな。いや出たよ神フェリー。いやてかイーサンフリジでもよかったかな、なんか強い動線組めるイメージなかったんだよなイーサン。あと召喚も1枚しかなくて、いやでもフリジは頑張ったな。ナイスナイスファイト。くー結構手駒事故ってくれたんだけどな相手途中。デガとアラジン固まったでしょ、あのアラジン英語は。結構手駒事故ってくれたんだけどな、ダメでしたね。神フェリ強え、ガチで強え神フェリ。あと HP マジででもちょっとだったな。俺なんか7419とかじゃなかった、で26出たでしょ今。あとちょっとだな、もうほんとミリミリですね。でこれちょっとルーサールクいってみよう。おい、あね、さっきと同じもよかったかな、一回メティスかましてからでよかったかな、成り打ちで。忘れてた、忘れてました、その打ち方。あおー、エスワナー。これ、リーヤクソ怖いけど、殴りたいんだけど、ダメ。これ、リーヤクソ怖だけど、俺殴っていいっすか？行きますわ。
他の子も打っても弱いじゃん言うて。うえ通っていく。犬ここでもない。これレーナダリアとかかな。レーナダリアか。え、あれでも F4S 花だったんだよな。か1枚返しで発動する系とか。まあでもこれバイス打っていいや、とりあえず。いやでけえこれ。しかもフリジアで壊らせられるからリペアされても発動あれできる。よし、オッケー、さやかね、でかいか。レーナダリアってなんだっけ。1000未満ん なんだっけ。あと1枚は、あーこれ1枚返し発動罠か。そういうことだね。あ、でもデバフ切ってきた。いや待てよ、でもこれフリジア出すには早い、さすがに。でもさ、1枚罠ってさ、なんだ、キサキテッタとかか。ここ火力出したいな。出したい、俺は出すわ、出す。発動しないんですけど。何あの S 罠、あれ何、あれ何ですか。あれ1枚しかリペアしてないんだそれ。あでもこれあれだな、まだフリジア打てないな。今神ゴマ3枚になっちゃった。一回他の子まで濁すか。ここも引いちゃったね。まあとりあえずこうしよう。あの罠何マジで。1500以上で発動とかそういう感じ。ちょっと次フリジア2枚返ししてさ試してみよう。1500以上とかで。あの罠マジでなんだ。あれか、 S 雷撃罠とかかな。 S 雷撃罠かもしかして。ありえる。でもこれちょっとフリジア打つっすわ。フリジア打ちます。これいい。おい、エンマ大王いいヒールですね今日も。まあ、でもオッケー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 。結局次フリジアのコンボ強いね。でオッケーオッケーで、結局待って F4 の罠氷結しちゃった。あの罠の確認できないんだけど、あの罠確認できないんだが。まあでもビーチサイカーは分かってるから、もうこれここ5枚返しでいいな。あ、いってらっしゃい。それあの罠確認できなかった。あれ何だったんだ。雷撃罠とかかな、 S の。あ、でも雷撃今ずっと発動してるもんね。なんだあの罠。 S の罠だよね。ちょ気になるから検索していいっすか。気になる。あれ何、あれ何、ちょっと待ってね。 S レアリティのスキル罠で調べよう。あれなんだあれ。はいはいはい、あの結構コミット多いな。これはローレンス特殊か。いやでも特殊与えてるな。違うな。犬ここでもない。キサキテッタ、いやそんなこともない。チェラスタ、いやそんなこともない。このレーナダリア600以上の特殊、いやそんなこともない。でベランジェールも通常出てる。ガルムも違う。クレイマン違う。フラウフラン、いやいやそんなことないそんなことない。俺1200以上与えてると思う途中で。あれフラウフラン違うよね。で、あやね、あ、踏み罠、いや、レーナダリってなんだっけ。レナ、違う。あかん、わからんわ。ダメだ、わからん。あの罠なんだったってことで、ラストいきますわ。これ次ラストでしょ。あの罠何、あれ何、あれ何。はい、のこのこさん対戦よろしくお願いします。踊ってない夜を知らない、あののこのこのマットが好きなんですよね。あののこのこの鳴き声の何とも言えないあの声、ちょっと癖にならんみたいなさ、ちょっとあれ人のあ人から発せられる声じゃないな。ギコギコみたいなやつ、わかるかな。のこのこ好き。来た、メルベユール。でルサールカもあれば、ハクタクもあるね。オッケー、まずはギルガメッシュしてハックンタックンよ、準備しながら。で相手は風車打ってくるであろう。リッチ風車強いね。あー、オッケーオッケーオッケー。まあ、でもここは一旦ルサールカピックアップして、はい、せい、いいね。で、ルサルカ強いね。600って強いな、600。毎ターン600強くねえか。さすがに。
お前も毎ターン600出すんかい。おお、なるほど、対抗してきたね。これ X バイセか。いや、フギムにもあるな。ちょっとこれどっちかだよな。要はどっち行きたい。まあでも多分取られる気もするんだよね。だったら2000与えるわ。取られるなら2000でいいし、で E4 来るなら結局後々バイセ使うタイミングもなくはない。さあ、トーヤが怖いな。トーヤ一番怖い。入れてそうだな。なんかわかんないけど、どうだ、刺すターシャー。これコンボ封印とかあんのかな。いてー、ちょ考えよう。これワンチャン D に削りあるよ。これワンチャン D に削りダメかな。結構削れるよね。で手駒にファナリアもある。ちょ行ってみるっすわ。行ってみようね。あと F3 がバンシーなんで B 中打たれても F4 当ててさ、うまいことやれねえかな。ちょやってみるわ。あ、強いね。で結局 CT 打ってもなんかサスタコンボ入れられたりとかしてあんま変わらん気がする状況で、手駒こんだけ潤ってるならいっちゃおう。まあ村正とかあったら怖いけど、村正怖いな、村正怖いな。あんのかな。ファースト OK。 ちょっと待てよ、ファースト。あーでも意外と吸収強いか。これ神駒召喚弱いな今俺手駒。いやこれちょっとむずいな。うわ、むずい。 F5 打っても A3 打たれた後耐えれる保証があんまないんだよな。でも2手飛ばしできる手駒じゃなさそう。ギリギリ吸収あるし、しゃあない、取るしかない。いやー待って、思ったよりきつかったわ。思ったよりきついな。一応次メティル出せるけど、ただそこでファーストだから S はなさそうなんだよね手駒に。イグナツワンチャンあるな。くー、イグナツ切ってきた。いやーちょっと無茶したか。いて、いや無茶したか。いや C 中普通に打てばよかったな。まあ一応でも特殊シールありますわ。一応ねヒール入れた方がよかったか、メイティスで。頑張れ。守護無理っぽいな。守護無理だな。うわー、メイティス打てばよかったか。いや無理だな。うん、でも S 引いてないの分かってる。いやきつ、桔梗姫でも無理だよなこれ。いやメイティス打てばよかったな。ちょっと冷静になれてなかった。え、守護 B3？ え、守護2枚今飛んでなかった。コンボで650と1000。あ、それでも飛ばせるのね。あ、むしろそっちの方が火力出るんか。うわ、ミスったな。最後メイティスで回復すればよかったな。完全にシールド貼ることしか頭になかった。うわ、マイバッツ。それやっぱ C 中打てばよかったか。あえて S 引いてなかったな。うわ、なんかファナリあるしいけるかなと思ったけど、そんなことなかったな。普通に C 中打たれて、右ウェックスってもう吸収入れられて多分次飛ばせる手駒なかったんで。いやー、歯茎出しちまった。ちょっともう一回だけ行かして。ちょ、今の悔しい、普通に。歯茎出ちまったー。ワンチャンゴリ押しできねえかなとか思って、ちょっと行っちゃったなー。ミスったな。 C1 で動線組んでからでよかったら、普通に F3 相手コンボ弱かったし、それでよかったな。歯茎出ちゃった。もう一回リアンツ入れてきた。いやこれ負けると今回全然勝ててないことになる。てかまあ別にここ勝てても負けてるけど、あ、お、いいじゃん、いいじゃん、手駒。よし、ここも、ここじゃない。俺さ、もう白拓のこと名前覚えられない、こいつ。いつになったら覚えられるの、白拓のこと。キムタクって言ったのにもかかわらず忘れるし。はい。X 来た。X 来るんか。じゃ、とりあえずメテツ削ろう。マナ貼られる前に。でボルトヒール。ただ X 進行はね、なんかフリジアで止まりそうな気もする。フリジアで止められそうな気もする。で言うてリアンツィールのコンボね強いけど、軽くした。うぅぅ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 ぅ
ちょっとそれ強くないねえ。え、まずいなこれ。エンリルはまずい。バイセくー、まあ、とりあえずこれバイセでちょっとリアンツィル取ろう。 C6 の方が良かったかな。さすがにリアンツィルの子ももっぱつ受ける勇気ないんだが、でも一応これで C に来て場合もあの神駒残るんですよ。こっちで B3 フリジアとかでご利用しできる気もしなくはないな。うん、フリジアあるから。だから D6 に安定コード。おえ、フリジア打てなくなってしまった。ちょっと上手くないねえ、これフリジア警戒じゃないその3、その2枚は上手くない。まずいね。ウンディーネ欲しい、ウンディーネ欲しい、ウンディーネ欲しい。ザキでもいい。いや、メテル発動しないんだわ。じゃあこうだな。じゃあこうだな。でそいつは取らないといけない。でも言うてリーニーの子まま強くないし、こっから2手耐えてくれ。俺このゴリ押し通用するのまずいて。 S3 枚切れてる。いや、ペトライグナーズどれ来てもきついな。デガもきついし、全部きついな。ハル一応神駒が4枚。ハクタクは打てる、メテルも打てる。待てよ。いや、メティルか。メティルで4枚か。相手一応動線ないんだよね。メティル4枚だよね、これ。メティル4枚だから。メティル4枚打って特殊受けしないと。だ、イグナーズ来たら終わり。イグ来たら終わりだ。耐えろ耐えろ、イグナーズ終わり。バイセも、バイセは耐えれそう。罠罠、痛い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 。ちょっと待って。罠、ここで罠。待って。冷静に考えろ。これ単体ハクタクか。単体ハクタクか。単体ハクタクゲーミング。1234567894500出せるね。4500で来撃だけで1000で5500。単体ハクタクゲーミング。マイティでもこれ大丈夫。単体ハクタクゲーミング。単体ハクタクゲーミング。あぶねー、あぶねー。単体ハクタクゲーミングだ。危なすぎー。ギリギリ。え、でも今のさ、仮にあれプッシュ系だとしたらさ、神駒9枚で 600×9 の4800特殊は出せたが、特殊で飛ばせず雷撃入らず負けてたんじゃないかって考えたら、やっぱハクタク強いね。今回全試合通してプッシュ系よりハクタクが光るような場面が多かった気がするな。強いな、ハクタク。俺は結局その火力とかの出しやすさを考えた時にプッシュ系でいいかなって思ってたんだけど、やっぱ特殊と雷撃の違いちょっと大きかったな。うん、思ったより良かったね。良かった良かった。やっぱ使ってみて分かるね、こういうのは。ということで、良かったですね。ということで、この動画面白かった方は高評価チャンネル登録お願いします。ダイヤ A 上がれんかったわ。まあ、ちょっと今回ミス多かったな。普通に守護のコンボを5枚返しとか通しちゃったりしたしな。気をつけましょう。ということで、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。